皆さん、こんにちは。観音崎自然博物館の佐野です。アンリです。なぎさです、昨日に引き続き、またこの二人に会っております。今日はこれから、地下壕に地下トラップを回収しに行くのと、謎の、ちっちゃい、洞窟にいるカタツムリを採集しに行きたいと思います。それはちょっと帰ってきてから、山田さんに見てもらいます。じゃあ行ってみましょう。というわけでですね、正月早々、地下壕に仕掛けたトラップを回収しに行くのとカタツムリをちょっと取ります。じゃあまあ行きましょう。初めてだね君らは。ほらキレイキレイ、ほらキレイキレイ。じゃあ行きますか。どっち？こっち？そっち。こっちそっち。こっちはね、もうよくわかんないのよ。なんで？広すぎて、もう入り組んでて、めっちゃ確かになんかちっちゃい、広すぎてね、マジで。さて、仕掛けたトラップですが、カマドウマはいつも通りですね。ゴキブリが入ってんだよね、ニコタイ。初めてだ、ゴキブリが入るの。何これね、わかんないけど、なんか幼虫だね。で、目的だったアリヅカムシが1個入ってる。1個？ちっちゃい。これ、これ。それ？それ。もう1個入ってる。これそう。あ、2個入ってる。よっしゃ。4個。2個で入ってますね。アリヅカムシ。これはちょっとちゃんと調べようと思ってる。臭い。半年仕掛けて2個体っていう確率の悪さです。じゃあこれ回収しましょう。ゴキブリいました。初めて見ました、ゴキブリ洞窟の中で。でも目があるよね。初めて。あ、逃げた。幼虫だよ。珍しいんじゃないのかな。わかんねえ。もう幼虫っぽい。ようやくやってきました。カタツムリ見てみましょう。この下がピチョピチョの川の一番奥に見越し1回目。この辺の壁にいるの。めっちゃちっちゃいの。何ぐらい？2ミリぐらい。ところ壁にね、ついてる。暑くないですか？暑いよ。暑いよ。浮き上がるよ。今日は寝れた？寝れた？ありがとうございます。ありがとうございます。いねえな。よいしょ。あれ？いいよ。いいか。これそうか。あ、これ痛い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 。これこれこれ。これ。ちっちゃ。ちっちゃい。ちっちゃ。これがカタツムリです。これです。ちっちゃくてわかんないんだけど、中央のやつがそうです。こんなところにいますよ。こんなところに。めっちゃ性的こぼされてる。うん、おほらほら、すっごいいっぱい。タニシみたいだよね、本当に。なんで？見て、ここめっちゃ水滴垂れてる。丸谷氏みたいな見た目は。これ珍しいんじゃない？これ絶対新種なんじゃないの？ちょっと入れて。わかんないけど。私の手がびちょびちょ。はい、というわけで、トラップの方は結構いい虫が入っていたのと、あと謎のカタツムリみたいなものも取ってきたので、ちょっとこれから山田さんに見てもらいたいと思います。じゃあ我々はこれから出たいと思います。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。帰ってきました。君たちはめちゃくちゃ汚いので、この靴を脱いでから館内に入っていただきたいですね。そして昨日の車もこの通り汚いです。なんか余計汚くなってきた。いいから早くさ出てくるの。大丈夫だ。ちょっと行って。あ、落としてください。あ、ちょっとその泥をちゃんと落としてパン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 。もっとこうやってこうやってこうやって。いや、いいさ、ひどいよ、本当に。OK？ あ、OK。 じゃあ皆さん、引き続きチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バイバイ。そしてこのバッチリ子供たちに低評価もよろしくお願いします。